委員会を再開いたします。それでは、教育委員会に対し、一般質問を行います。はじめに中学校給食についての質問を行います。それでは、河合副委員長、どうぞ。河合副委員長お願いします。あの、最初にあの現在行われている選択制の中学校給食のことで、あの教育委員会が作っていただいている。 これパンフレットですね中学校給食のそこをあの見せてもらってたんですで今年度の予算のところで、えー、この申し込みをスマホやパソコンから申し込みができるっていうふうに変える予算がつけられていて私はの認識はあのもう始まってるのかなというふうに思っていたのですで、えー、この冊子の申し込みについてのところに今後 お申し込みと支払いについては、スマートフォン、パソコンからの申し込み口座振替や、カード決済ができる予約管理システムの導入を検討していきますということが書かれています、これ、現状はどうなっているのか、あの報告願いますか。福西体育健康教育室長。今お尋ねの給食の予約管理システムの進捗状況ですけれども。 入札で業者が決まりまして、今業者との打ち合わせを進めております。実際導入といたしましてはえ来年の2月の給食の部分からえ申し込みができるように、え試行実施ができるようにえ取り組みを進めているところでございます。以上でございます。川井副委員長、わかりました。あの今回あの中学校の給食の問題食育に関してのアンケートあの 前回の委員会で報告された中身のところでもこの申し込みの方のことなども問いにあったのでそういったことが反映されるのかというふうなこともちょっと思いながら見てたのです。でもそのあたりも何かありましたら答弁いただきたいんですがその点が一つとあのもう一つは今申しましたアンケートのことです。前回の委員会でこの場でいろいろ議論がありました。で あの一応、案という形で提案をされてでそこに至るまでの有識者の方などの意見がどのようにあったかというのは資料で提出をされていたところなのですが、まあ、立ち入ったあんまりあの細かな詳細の中身についての意見がなかったのかなというふうふに思って見ていましたが委員会の中での議論かなり活発にされたと思うんですが今もうすでにあのアンケートは実施に至っているのか、えー、作成の状況どんなふうになっているのか 前回の委員の意見が何らか反映をされて、変えられた中で進行しているのか、こういった点について伺いたいと思います福理室長。まずあの予約管理システムの関係ですけれども、保護者アンケートの中で、システムについての保護者のご希望といいますか、ご意見を伺う項目を作っております。そのの意見を踏まえまえして参考にシステムの 構築も進めてていいけたらという,ふうに考えておりますそれから、アンケートの有識者への意見聴取を踏まえた対応ということでありますが、あの資料を出させていただきましたとおりでございます、ご意見、様々伺いましたので、それを反映した形で、アンケートの案を作っております。 それから8月21日の委員会後の取り組み状況ですけれども、調査対象校17校ということで申し上げておりました、その調整を行いながら、すべての中学校の校長の方へ今、説明をさせていただいているところであります。もう最終段階に来ておりますので、ご報告させていただきました案から、特に大きな変更はございません、軸の修正という程度でございますが、その内容で今後、予定通り進めてまいりたいと考えております。以上でございます川井副委員長 今の答弁を受けてもあの、校長のところにも説明がされて、アンケート聴取の方向に進んでいるということで、前回の答弁を受けた大きな変化はない軸の、えー、訂正、修正の範囲だということなのですが、私、あのまあ、今からもう、これはそ,そこに進んでいるということなので、えー 戻すということまでが困難だというふうにも思いますが、えー、案の段階で出されてここで議論をさせていただいたそのことがあの反映されていないっていうその進め方については疑義意義がありますやっぱりあのこの間のえずっとこう議論されていた給食の中給食の問題での 議論また市民からの声そういったものがしっかりとあの受け止められた形で今後に生きるものになるということだと思うんですねでせっかく議会にかけるこれでいきますっていう段階での,あの提案じゃなくてこれについてどうお考えですかということをあのかけていただきながら聞くだけというような状況はあの どうなのかとそれであればもう少し早い段階で提案をしていただいてあの意見が反映できるようにしてもらうとかあのまあ短期で片付けてしまうんじゃなくて意見があったその修正などの期間も取るとかそういう形でやっぱりあのやっていただきたかったなというふうに思いますそれとあの他の会派からも出ていましたし中学校給食あの選択制ではない。 その在り方として全員性ということが挙げられている中でそういったことについてもやっぱりあの問うことが必要だという意見が出てた中でそういうことがまあ今の段階では生かされてないということだと思うんですがえその点についてはあのアンケートがもう作られていかないという感じがするのですけれども今後はやっぱり、え。ー アンケートを取られて、声を聞いて、まとめていく、その段階において、議会での,その議論なんかもしっかりと、前回のあった議論なんかもしっかり踏まえて、やっていただきたいということをあの申し述べておきたいと思います。終わりまますこの件にに関連して他にございませんか倉田委員 はい、あの今、河合委員の方から発言がありました、あの改めて今、えー、アンケートがどのような取られ方になるのかについて、えー、主軸、軸そのものの訂正は大きくないという、まあ、ご答弁でしたので、あの非常にあの懸念をしますといいますのが、えー、この間あの、繰り返し議論してきた、えー、市民から全員制の中学校給食の実施を求める。 まあこういうあの要望、声があるということはあまあ明らかであります。でまた、全国的に見ましても、全、え、員、ー、の中学校給食、まあ、微妙な差異はあるにしても、これを実施している自治体が増えている、これも事実であります。で20年ぶりに取るアンケートがです、ね、こうしたあの世論や、そして全国的な情勢を背景に取り組むものとして、 やはり議会での、えー、会派のそれぞれの議論ありましたけれどもまあ、そのことをしっかり抑えたものにやっぱりする必要があるとあのいうふうに思います、えー、アンケートの結果集約についてもですね十分なその評価に値するものとなるということはこれはもう質の担保してもらわなあかんというふうに思いますこれについてはどのようにお考えでしょうかいかがですか福西室長 今回の実態調査の目的につきましては、選択性現行の中学校給食の充実、また食育の充実という観点で進めてまいりたいと考えております。そうした観点から活用できるような集計分析を今後も進めていくということが考えでございます。以上でございます。倉田委員、あの市民のね、やはり要望や、えー、そういったのことをしっかり意識して、やはり調査っていうのは取り組んでいただかなければ。 これはのやはり市民の負託に応えることにはならないというふうに思います。まあ、ぜひです、ねえー、これまでの議会での議論、でさまざまな情勢、こういったこともしっかりと加味をし、そして、えー、京都市教育委員会が取り組む一つの,この事業ですので、あのー、やはり全体の大きな流れに逆行したり、後退するような、まあ、そういったことにならないようにしていただきたい。 このこことを求めて終わりますこの件に関連して他にございませんか、中村委員あの今、ルールおった方が話ありましたけれど、前回の議論がね、ていかさ最低よ何を言っていいなと、あの時に私ははっきりと、ですね今回のアンケートの趣旨は何かというものをです、ね、できっとした中でボケないようにです,、ね、するためにも、それでよしと。 いうことを言ったはずでね私はあの大会派であるです、ね、自民党を代表して言わせていただいてますから何もそれがですねなんかその全然生かされていないと言われるようなはなはだですねそれは我々に対してですねあまりにも意識、まあ、認識がない、ね、発言やなと言わざるを得ないのであえて言わせていただいておりますけれどもそもそも、 あのアンケートはですね実態調査それから食育のですね充実を図っていくというところにも重点を置いているというかもうそこそこそれなんですよね。で給食のそれこそ全,全,、えー、全給食がいいのかですねまた選択制がいいかという議論についてはねこれはもうずっと前からこうやってきた中でそれこそ遡れば。 あえて言わせていただければ、給食そのものがですねどうしようかという、ですね、まあ、20年そこそこの前の時から、ですね結局、中学校において愛情弁当をです、ね、これから大事にしていこうという、そのと常の施錠のです、ね、その時点での段階で、そういう形でですね議論して、ですね合したんですよ。その時はいろいろある中で、ですね当然財政的な問題もある中,中でしたけれども、 その方向がよししとということで進みましたそれからこれだけの年月経てばですね当然いろいろ社会情勢も違うから家庭の状況も違うからということでいろいろ世間にも声が出てきているのはこれはみんな分かっていることなんですよだから全給食がいいかまた選択性がどっちがいいかということをですね普通に吉調べで聞いたらですねそれはうちとこの家やったら今みんなあの当然。 それぞれですね、友風言いしてるから、それはもっぜひですね、全給食してくださいとかいうね、そういう答えが出てくるというのは、これはね、分かっている話でね、けれども現実はですね、だからすぐできない、だから今はそういうこと分かっているけれども、できないけれども、あととにかく小中一貫のところは、ですねできるところをそういうような施設でですね、まだできるところはやっていこうということで、徐々にをやっている。 すべてがいっぺんにできないということも、こんな議論もですね何年も前にもやってるわけ、だからそれをですねまたね、同じように繰り返して議論するのかと、今は、だからそんなことの議論するのがですね中心じゃなくて、このアンケートはあくまで何度も繰り返すように、職育と閉会実態のですね現況の調査が、これ、目的はそれに合わせてのですねその質問であってね、そこにまた、 えー、こ,のここの給食全給食がよろしいとか言ったらその話がまた違う話になってくるだからそういう時の段階がまたくればですねもっとそういうもので突っ込んでいろんな形でですねデータも含めて、まあ、あの財政的なことも含めてですねこうそういう議論する段階がいずれ僕は来ると思うんですけれどもその時にすりゃあいいわけであって今ですね する段階ではないということをです、ね、改めて申し上げてです、ねあの、今のなされていることをです、ね、この後しっかりといい形で結果報告ができるように進めていただきたいと、以上がありますこの件に関連して、他にございませんかなければ次に、夏休み明けの児童のケアについての質問を行います。 それでは小島委員どうぞ小島委員よろしくお願いしますこの間、これまでもです、ね、夏休み明けのタイミングというのがいわゆる不登校であるとかそういった悩みを抱える子どもの、えー、悩みが爆発するようなそういった引き金となるようなケースが多いということは言われておりまして私の体感としましてもこの夏休み明けさまざま報道等でもそういったことに対して 注意喚起であるとか子どもに対するアドバイスとかそういったことがなされておりました改めてこの京都市としての,その子どもに対する児童に対するケアというものの取り組みについて教えていただければと思います今北教育相談総合センター所長夏休み明けの子どもの心のケアについてでございますが夏休み明けの学校再開が子どもの 精神的な負担となりまして悩みが増幅することで非常に残念な事故につながるケースがあるというふうにも言われておりますこうした中自殺予防の取り組みにつきましてまた生徒指導全般につきましての留意事項を学校に通知するとともに夏休み前にすべての講演長を対象として生徒指導をテーマとした研修会を開催するなど夏休みの前後期間も含めまして 悩みを抱えた児童・生徒の早期発見と継続的な見守り、また保護者や病院、警察など関係機関の連携を含めまして見逃しのない指導体制と手遅れのない連絡体制の再確認をいたしておりますさらにこれまでから実施しております子どもパートナーでのカウンセリングまた24時間体制での電話相談に加えまして 夏休み明け直後には昨年度も実施いたしましたが今年度も引き続き SNS を活用した相談窓口を開設いたしております今年は、えー、京都市立の中学生と高校生を対象といたしまして8月23日から9月30日までの毎日午後5時から10時まで対応いたしておりますこの取り組みは、えー、冬休み明けにも実施する予定でございます以上でございます小島委員 あ,のあえて不登校という話でお話申し上げましたけれども、その夏休み明けに残念ながらその子どもの自殺するケースが多いということでございまして、さまざま、SNS とまた電話相談等で、ご相談される児童の方には、不登校や悩みを抱えているいろいろさまざまな原因があると思いまして、それぞれに対して対応というものは分けていく必要があると思います。まあ、不登校 っていうのを例えば解消するっていうのが、まあ、児童が再び登校するというのがまあ一つのそれだけがゴールになってしまうのではなくて例えばいじめが原因であればまあ学校に再び通うという以外の選択肢を設けるなどそういったアドバイスというものもありえると思うんですそ,のそういった意味でですね相談をしてきた児童に対するその答えとしての方針ですね教徒としてしてどういった 方針でまあさしていくというかアドバイスをしていく相談に乗っていくとどういった方針を持っておられるかというのをお答えいただければと思います。今北所長、えっと不登校の子どもたちにつきましてはまあ夏休み明けに関わらず。 夏休み期間中も含めまして学校として、えー、適切な見守り、えー、気づきそういった対,あの対応をさせていただいておりまして不登校といいましても状況でございませんそれの原因はさまざまございまして、まあ、あの個別それぞれの原因、えー、帝王体をしっかり見極め把握いたしまして、えー、学校として、えー、家庭訪問等々を繰り返しながら、えー、家庭での学習指導または あの学校での別指導あるいは そのほか、ご家庭、保護者本人の望む形で別の学習施設であるとかそうしたところの協力も得ながら個別の対応をしていく必要があるであろうなというふうに考えておりますまた、学校といたしましても担任、教諭、その他スクールカウンセラーソーシャルワーカーも含めまして総合的にその子どもにとってどういった対応がいいのかそれぞれに判断していくものであるという,ふうに考えております。以上でございます 小島委員あのもちろんすべてこの不登校な状態が継続するのをもちろん肯定するわけではありませんけどもあの子どもにとって児童にとってというのは学校とかそのクラスというのがそのまるで世界のすべてであるかのように考えがちであるというふうに思っておりましてやはりまあそういうのではなくて、まあ、長そこから長く生きていればいろんなことがあるし不登校な状態からまた 学んでいけることとか、そういったこともあるということ、まあ、またそういう状態に陥った子どもも、不登校な状態にある子どもも、また含めて、そこから成長してきて、社会が受け入れられるというような状況を作るということが、また大事だと思いますし、えー、特にですね、この SOS を投げかけてきた子どもに関しましては、おそらく親に対してですらなかなか相談をするというのは難しい中でですね、 赤の担任に対していろんな手立てで電話であったり SNS であったり相談をしてくるのはこれは子どもにとって非常に勇気がいることだと思いますのでそうやって相談をしてきた子どもに対してはしっかりとしたケア、本当に個別に一人一人を見ていただいてのケアというものを最後にお願いして終わらせていただきままますすもしししし何かごござざいいいたらよろしくお願いします今北長ありがとうございます。 えっと不登校はあの誰にでも起こり得るというふうなところで、えー、学校もお見逃しのない対応を常に日頃から心がけて、えー、子どもたちの健やかな成長のために取り組んでまいりたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします以上でございますこの件に関連して他にございませんかなければ次に熱中症対策についての質問を行いますそれでは倉田委員どうぞ倉田委員 よろししくお願いいたしま,すあのまあ今日は、京都市はこういう好転でありますが、まあ、連日のまあ猛烈な残暑の中で、教育現場における熱中症疑いによるさまざまな事象、相次いで報道されております。あの念のためですが、まあ、本市ではヒヤリハットも含めて、えー、こうした状況はないのかどうか、いかがでしょうか。福西室長 えーえー、すみませんあの、京都市の受けます、えー、学校での熱中症の対応、まあ、状況ということでございますが、えー、今年度の状況ですけれども、えー、今日までの時点ですけれども、えー、救急搬送ということで、6件の子どもが搬送されているという状況がございます、以上でございます倉田委員、はいまあ、6件、それぞれのお状況があるかと思いますけれども、えー、どのような。 あ状況下における救急搬送だったのか、ご説明いただけますか福西市長6件のうち4件が部活動中の熱中症ということでございます、それからあと2件につきましては、生徒総会、また特活の時間での活動中というふうに学校の方から聞いております、以上でございます倉田委員、はいあのーまあ、部活動における救急搬送4件ということですが、 まあこれについては、一件一件、きちんとその対処、あるいは事前の判断等々、検証されていることかと思いますが、これは一件一件の検証が必要だと思いますけれども、それはもう十分なされているんでしょうか、いかがですか室長学校の方から報告がございましたので、そのことにつきまして、確認をさせていただいていますあ。あ先ほど申し上げ 申、えー、げられませんでしたが、いずれの6件につきましても軽症ということで、救急搬送をいたしましたが、えー、軽症ということで済んでおりますので、それも合わせてご報告をさせていただきたいと思います。またあの、部活の方それぞれ、えー、専門部等もございますので、機会あるごとに、えー、再度徹底も図っているというところでございます。田委員 はい、えっ、ー、とこの間まあ、部活動の在り方についてはまあ、今日はあの広く議論はしませんがえー、様々なやはりあの安全性の確保、何よりもまあ人命をしっかりと当然尊重するということをまあ徹底指導していただくことが必要だと思っております。あの今日はあの各局で伺っているところですが、あのー、とりわけ、あのまあこれからもまだ厳しい演算子続くと思われますので。 教室内、まあえー、通学途上などの安全性の確保も含めてですけれども、あのとりわけ、えー、部活動における指導監督責任者における十分な、あのー、注意と、そして、えー、適切なあ判断とお処置が取られるように、えー、このことを、あのー、求めておきたいと思います。以上ですこのにに関連して他にございませんかなければ次に 学校周辺の安全対策についての質問を行いますそれでは倉田委員どうぞ、はい、倉田委員はい引き続き、えー、学校周辺の安全対策ということで伺っておきたいと思いますまあ、この間あのー、まあ、ブロック米等々については暫時計画的に取り組んでいただいていることと認識します 私どもの方でも、昨年、質疑もいたしました上行中学校のブロック塀、新しいフェンス柵に設置がされているという状況で、現任もしております。あの併せまして、この間、市民から複数ですね、寄せられた相談について伺いたいんですけれども、実は、まあ、交通の問題ですが、 二条中学校と寿尺高校に挟まれた東西の道路がございますがそこへの路上駐車問題についてです。あのーまあ、住民に聞きますともう過去に遡り、えー、とりわけ、えーまあ、昼帯ですね、えー、お昼のまあ休憩時間帯、えー、ここに大変もう列をなして1台や2台ということではなくてですね、まああのー 私も現場を現任しましたけれども、まあ、異常な状況にあると、でそれが当然あの、教育環境全体への影響もさることながら、まあ、住民にとってはですね、あの非常にあの歩行のやっぱり安全性の妨げになっていると、まあ、こういったことで、えー、上京区および中京区の 住民の方かららも相談が寄せられてきましたそれで、あのまあ、現場をしっかりと見た上でということで、えー、ちょうどその道路そのものは、えー、上行警察署の管内ということでしたので、えー、上行警察署の方が、まあ、今、対応されまして、まあ、パトロールし、えー、看板も設置されたということですが、看板設置されても、もうその直後から駐車、えー、の実態はあるということで、確認をしています。 でそこで、あのー、上行署の方では、えー、学校近接の道路でありますので、それぞれの学校に、えー、聞き取りもされたということで、伺ったところですが、教育委員会の方で、えー、このことのご認識はあったでしょうか、いかがですか。福西室長失礼いたたししまます今先生からお話ありました二条中学校の、えー 道の県ですけれども、学校の方から警察が来られまして、相談を受けたということで報告をいただいております。え併せまして、現状ですけれども、上行警察署と中行警察署、それから二条中学校、須田高校、上行交通安,安全協会、連名で警告ということで、看板を立てていただいて、対応していただいているということで聞いております。以上でございます倉田委員 はいあのまあ、そのように、えー、パトロール強めると、ですね一時的にその道路そのものは、いあの少しあの、まあ、駐停車ということではあの、一時的になくなるんですが、その分、南側の道路にやはり移動すると、まあ、こういうふうな状況も見受けられるということで、これはあの警察署の方で行政区をまたがって、中業署とも連携を取りながら、 引き続きあの安全確認で対応したいということで連絡を受けているところですで、まあ、あのこういうふうな一つ動きもあるということで直接あの教育委員会があの所管する内容ということでは少し違うとは思いますがあの交通の、まあ、安全対策ということでその影響がまたあの子どもたちの通学上や あるいはさまざまな教育環境に、何らかの影響がまあ及ぶということも、全くないと言えない可能性もありますので、ぜひあのしっかりと認識をいただいて、学校としても留意をして対応いただきたいと、このことを求めておきたいと思います。以上ですこの件ににに関連して他にございませんかなければ次に アイコムのの総括についいての質問を行いますそれでは中野委員、どうぞ、中野委員先週1週間ですねあの、アイコム国際博物館会議で、主催ではありませんでしたけれども、京都市も開催,に支え開催を支えると、そして教育委員会の皆さんも率先して、全体の運営に携わられたと。 いうふうな部分で、まあ、1週間あの非常にあのお疲れをおおされたんだというふうに思っておりますそしてまた私たちも、えー、開会式そして開会の晩餐会というふうなことで出席いたしまして、まあ、その質の深さそして規模の大きさ、まあ、この辺を体感したところでもあります、まあ、あの学会でされている国際会議というのは あまたありますけれども、えー、一般の方も一定関心が持てる、えー、そしてその、まあ、同じ形で思いが共有できるというところについてはこのアイコムというのは、えー、若干他の国際会議と比べると特筆すべきところがあるのではないかなというふうに感じておるところでございます。まあ、そのの中でです、ねあのまあ、終わわったばっかりで、えー、ございますけれれどもぜひ今回皆さんが携わられての まず所感そして、まあ、あの皆さんとしての総括ですね良、まあ、かった点そしてあの反省するというか、まああのまあ、もうちょっとこうだったら良いいかったんじゃないかというふうな点そしてそれと、まあ、最後にこ,のこれを契機に、まあ、何をどう京都市政に生かせるというふうなことで現場で感じられたのか。 この辺についてお話を聞かせていただけたと思います。春田タ障害学習部長、失礼いたします。アイコン京都大会についてでございます。まああのお話しいただきましたようにあの教育委の先生方、教育福祉員の先生方にはあの開会式また夜のレセプションにご出席いただきましたことを改めまして御礼申し上げます。ありがとうございました。 あの全体的には参加者があ120カ国から4590名ということで当初3000名集まればいいなということで準備をしてまいりましたけれどもお想そ上回る参加をいただきましてまた日本からも1866名の大会の参加者がございました、えーあのえー、準備してきたものといたしまして大変嬉しく感じているところでございますまた教育委員会といたしましてはあの京都市としましては えー、アイコム事務局からはあ参加者へのおもてなしの取り組みをまたあの機運の醸成をするようないろいろなイベントの模様を実施してほしいというようなあ役割がございましたけれども大会期間中ではございますけれども開会式やあのレセプションパーティーも含めましてまた二条城また岡崎エリアでの大会参加者に向けた歓迎イベントなどにつきましても 関係各会場におきまして、関係部局のご協力、とご支援もいただきながら、無事に事故もなく終了することができたところでございます、また会議全体につきましては、国際学会でございますので、一般的な参加者というが、一般の市民が参加するということは、有料ではできましたけれども、なかなかできない中で、 会議の中身としましても、9月の4日には片岡市長の方が、博物館と地域発展についてパネラーとして参加され、また京都の岡崎公園、梅小路公園でのまちづくりや、京都駅前の芸大移転に基づくまちの再生など、具体的なお話もいただきながら、議論を深めたところでございます。 なかなか良かった点、悪かった点ということでございますけれども、なかなか参加いただいた方の感想を聞かないと難しいところはございますけれども、大会全体といたしましては、あ何とか無事に乗り切れたかなと、京都にとっても大変意義深い大会でになったのではないかなというふうに考えているところでございます。 まあ今後どうしてどのように生かしていくかということでございますけれどもやはりこの国際会議に日本の博物館関係者がたくさん京都開催ということもあって参加できたことにつきましては日本の博物館全体にとっても非常に有意義なことであったと思いますし京都開催ということでいきますと京博連200館 もの連携を、博物館連携をしております、共博連の取り組み、またそのネットワークの充実という意味からも、今後、そうした取り組みがさらに前進していくものと考えておりまして、引き続き、このアイコム大会の成果を生かして、博物館の振興に取り組んでまいりたいと考えております。簡単でですすけれども以上ごござざいいままこの件にに関連して他にございませんか なければ以上で教育委員会を終わります理事者お疲れ様でした以上で本日の委員会を散会いたします委員の皆様お疲れ様でしたありがとうございました